え皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日は浦島太郎の第十六回です。それでは一字ずつ読んでみましょう。今日はここからです。これは木という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して見てみましょう。これは木。 と書いてあります。次は漢字を繰り返す時の記号です、えー。木々となりますね。これは乃木坂ののという漢字を崩したもので、のと読みます。これは子です。 次は、は春という漢字を崩したものですすと読みますが濁点がついていますので「ず」と読みますこれは「わいウエオのウ」の「え」「めぐむ」という漢字を崩したものですねこれは「け」という漢字を崩したもので「も」と読みます毛利さんとか毛沢東の「も」です 次は「という漢字を」崩したもので、と読みます。次は、のように見えますが横棒が2本ありますのでこれは「剣」剣唐使の「剣」という漢字を崩したもので「ののでけ,のけ,のでけ」と読みますただし濁点がありますのでここでは「げ」となります これは右側と同じ字です。「里」という漢字を崩したもので「里」と読みます。次は「つ」。これは繰り返しの記号です。次は「そ」です。これは「ら」。 これは「耳」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みますこれは「あ起きる」という漢字を崩したもので「き」と読みますこれは「ぬ」です 次はる小さくまとまっていますね。これはせ次はさんという漢字を崩したものでみと読みます。次は乃木坂ののという漢字を崩したものでのと読みます。 これは2つの文字からできています。上はひらがなの子の下の棒が長くなっています。下は上、声となります。このように子の字が棒線のようになっている場合がしばしばあります。例えば、こそとか、ころ、ことなど、子で始まる二音の場合は、このように子が非常に 個性的な形になっていることが多いですこれは夕方の夕という漢字を崩していますこれは多いという漢字を崩したものですちょうどこの四角で囲んだ多いという漢字がありますがその右側に横顔を向いたような先ほどやった 多いという感じの崩し字がありますえ元はどちらも同じなんですがえまだまだあ崩れ方があ足りないと言いますかあんまり極端に崩してない形がこの結び目のある多いという崩し字ですえたと読みますが、えー、濁点がついていますのでここではだと読んでくださいこれは地です これは過ぎるという漢字を崩したものです。まずるという,うそうですね平仮名に似ていて下に棒線横棒があります。これは侵入を崩したものです。このるのような形は口を丸めたものですので、この過ぎるという形の特徴です。これは。 流れるという漢字を崩したもので。ると読みます。ルにんのる、ルてんのるです。え、これはく。次はけという漢字を崩したもので。もと読みます。え、これは細長いさのように見えますが。実はまんという漢字を崩したもので。 まと読みます。注意してください。これはよです。次は利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。ひらがなの和のように見えますが、和の場合はもっと大きな形です。先ほど出ました本来二文字ですが、 これはコウ上のひらがなのコという字の下の線が縦棒になっているものです。これは横顔を向いたような形ですが、オいという漢字を崩したもので、たと読みます。右上の先ほどやった濁点がついているタと元は同じですが、こちらの方はかなり極端に崩した形です。これは手です。 次はと、これはを、次はる、これはどうでしょう。コリスのような形ですね。尻尾が右にくるっと回っているように見えます。これは本という漢字を崩したもので、ほと読みます。 次はとです。これは繰り返しの記号です。盲帳のようですね。次はぎ。これは須藤さんのすという漢字を崩したものです。すと読みます。 これは「奈良県ののとという漢字を崩したもので、なと読みます。これは起きる」という漢字を崩したもので「き」と読みます。ひらがなの句に見えてますが縦棒があってからくねっとしてますので「てん」という漢字を崩したもので「て」と読みます。 私たちが使っているひらがなの手の元の漢字がこの点です。これは夏という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して見てみましょう。上の字はルのように見えますが、下の結び結びの丸が大きいので、 奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。これはつ。次はとです。これはや。これは志という漢字を崩したもので、しと読みます。 次は「ら」これは「せ」次は「を」のように見えますが横棒が2本ありますので遣唐使の「けという漢字を崩したもので「け」と読みますこれは「り」です。 次は短く区切って読んでみましょう。木、え、々、ー、の木々、まあの小杖も小えも小杖もですね、木々の小杖も。 しげりつつ」「しげりつつ」「茂り重なって」ということです。つつはあその茂っている状態をさらに重ねて言う場合です。ですからしげり茂ってですから、まあ、茂っているのが重なる、まあ、茂り重ねる重なるということですね。 えー、空に空に空には泣きぬる泣きぬる、えー、泣いているセミのセミの声 セミの声が夕立「ゆだち」「ゆだち」「ゆだち」の「すぐる」「すぐる」これは「すぎた」です。 くもまより。くもまよりこれは、くもとくもの間からという意味です。くもまから。こえたて。こえたて。こえをたてて。とおる。とおる。これは、 飛んで行くホトトギス、ホトトギス、ホトトギスが泣きて、泣きてはですね、泣いて、夏とや 知らせけり。夏とや知らせけり。まあ、夏だ、夏だと知らせていた。となります。それでは、まだまだ続きますよ。またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。